どうですかこの走り心地は。走ってないですけどまだ、このまた勝った時は、いやそんなやばくはないですけど、また入れればいいから。早いですねヘリ。よし、じゃあちょっとお借りして。あ、でもこうやって言うと軽いなやっぱり。じゃあ行きましょうか。あ、そうですね。じゃあ行きましょうか、この次。はい、じゃあ行きます。あ、やっぱ乗りやすいないや、なんかこの反応いいっすね、やっぱり新しいバイクって。これ真ん中のレーンにないといけないですかね。ずっと走っすよね。じゃあちょっとこれ行こうか。おお、この GSXR でしたよね、7班の。いや、これ乗りやすいいや、このなんですかね、まあこのクラッチも軽いし、この吹き上がりもいいから、で加速もいいし、だからなんかこの慣れるとすごい、なんだろう、こう小回りも効きやすいし、おお、いや、なんかやっぱ新しいバイクってすげえ違うなって感じしますよね。この XJR からなんか今こうやって乗り換えてみて運転してみても、なんか全然違うっすよね。重さが確か多分50キロぐらい変わってると思うんですよ。また人間一人分ぐらいだと思うんですけど、でもその50キロの差って感じしないですよね。なんかもっと軽いって感じしますよね。はい。ああ、もっといいんですか。ただなんかこのアクセルのこの突きが敏感すぎるってところだけですかね。なんかこのアクセルをこう、あ、ちょっとこの動かしただけでもこうなんかガクガクガクっていうか、なんかこのなんかこの緩めたり開けたりのこの反応が良すぎるというか、まあそれはそれで慣れなんですけど、そのアクセルを一定に保つのがちょっと難しいなっていうところだけですね、気になるのは。おお、でも気持ちいいな。なんか姿勢がすごい、なんかなんだろう、目線が高い感じがするんですよ。ただ目線が高いからちょっとなんか怖いっていうか、 なんて言えばいいんだろう、ブレーキしたらなんかこう飛んできそうな感じがするというかおお、でもこうしてちょっと運転しただけでも扱いやすさはすごいですね。なんだろう、この体感としてはなんか7班って感じじゃないですよね。なんだろう、400cc とかに近いですよね、なんかスーパーフォアみたいな。いやー、熱い確かこの宇都宮からこの東京までこのまっすぐの道路で多分ずっと繋がってんですよ。だからこっち通ればあの大体空いてる状態で、だから高速みたいな感じで走れますよね。おう、だからこっちはなんかまあ混んでなければ下道でも全然行けますね。いやー、でも乗りやすいな、気持ちいいな。あ、でもこれハイオクなんでしたっけ。おお、やっぱこのアクセルがやっぱ怖いですね、この反応が良すぎて。やっぱインジェクションだからなのかな。で、あと結構トルクもあるんですよ。この今ロック速で、なんだろうな、このアクセル入れただけでこのなんか引っ張る力があるから、自分の XJR だと6速で入れ、6速は5速が最大ですけど、5速で入れてもそんなにこの引っ張る力ないんですよ。なんだろう、これアクセル入れた瞬間からこうグーって行ってくれるというか、 XJR はなんかもたついて上がってくって感じですよね。おお、だこれいいっすよね。いやー、だこの加速というか音もいいないやー、え、右、あ、行きますか、じゃあ。はい、おお、
やっぱりこの大型なりのやっぱりそのなんですかね、体感上は結構よくできるというか、なんかこの思い通りに走ってくれますよね。うん、なんだろうこの、あでも XJR もそうだと思うんですけど、やっぱアクセルを戻した時の減速感は XJR よりかは少ないですよね。なんかこっち左行っとこうか。あ、でもあれか、トラックの横だとあれか。あ、でも大丈夫か。あ、左行った方がいいです。うん、ブレーキの効きもちゃんと効くし、止まりやすさはまあ当たり前ですけど問題ないですね。あ、どっちにしろこれあれ行かないといけないな、真ん中に。うん、このなんだろう、俊敏なんですよね、動きが重くないというか。あー、だからなんでしょうね、7半だからなのかな、最近のバイクだからなのか。あー、いいなーなんか乗ってたら欲しくなってきますね。いやー、うん、あとは姿勢ですかね、なんかシートの幅が小さい感じがするけど、まあ言うてそんなに、なんだろうな、きつい姿勢でもないというか、姿勢はなんか違和感はあるんですけど、疲れにくい姿勢に勝手になってくれるって感じしますね。うん、ハンドル操作もこれといって難点はなさそうだし、なんか直進の安定性がいいですよね。なんかあんまりふらつかないというか、おでも重いって言ってもそんな言うてあでもなんか低速ギアでもそんなになんかエンブレ強くないですね。なんだろうこのが、あ、ほんそうだな、なんかエンブレがそんなに強くないですね。だからなんかこのギアのなんか食いつき方がなんかスムーズだから、なんだろうこう怖くないというか、なんかこのあんまりガクガクしないというか、ただなんかギア変えるときとか、なんだろうこのアクセルを離したときに起こるこのガタつきみたいなっていうか、このそこだけがなんかちょっと気になるかなってとこですかね。うん、やっぱクラッチが軽いのがいいっすね。うん、なんかこのハンドルもすごい軽いな。軽いです。うん、やっぱこのクラッチが軽いっていうのが一番いいっすね。なんだろう。やっぱ自分の重たいから。いや、これいいっすね。トルクがなんかなんですかね、やっぱりこの、まあもう軽くて速いとしか言いようがないな。じゃあそろそろなんかどっかで変えましょうか。どこで変えようかな。ちょっとこのまっすぐ行った先で変えましょうか。ここちょっと真ん中乗りづらいから。やっぱ吹き上がりが異常にいいっすよね。インジェクションだからなのか、なんかやっぱ今時のバイクっぽいというのか、なんかこの回転が上がって落ちるまでが早いというのか、なんだろう、やっぱそうだな、なんか明らかにメーターのこの回転のこの上がって下がるのが早いから反応がいいっすよね。エンジンの音いいっすね。それよりこのアクセルワークがすごいしやすいっすね。なんかちょっ
シビアというかこのアクセルのその付き方はすごい反応はいいんですけど、それがまたなんか慣れるとやりやすいというか、うん、だからこれ慣れれば慣れるほど楽しいですね。うん、これ面白いな。どうしよう、合流があるから危ないな。なんかちょうどいい交換場所はどっかないかな、戻すとこどこだろう、どっかないかな、もうちょっと先。はい、おー、怖い怖い。これ、あ、でもクラッチか、アクセル、あ、クラッチ、ワイヤーか、ちゃんと。なんかワイヤーにしてはなんか軽いっすよね。なんか電子スロットルっぽい感じだと思ったんですけど、違うんすね。ワイヤーでやってる割にはなんかすごいスムーズになんか回るなって感じしますね、このアクセルの回り方が。うん、やっぱりこの辺もコンピューター制御でいい感じにやってるのか。うん、どっか左ないかな。それかどっかコンビニあったら寄ります。おー、なんかコンビニ見つけないと。じゃあ、まあ、多分通りにあるとは思うんですけど、ちょっと休憩しましょうか。ちょっともう暑いから水分補給ちゃんとしないと倒れちゃう。いやー、音いいなーこれもう暴走族みたいになってるなんかこの吹き上がりが気持ちいいですよね、うん、この回転が上がっていく感じが。いやー、なんか新しいバイクもいいなー2台欲しいな自分の見た目が好きなバイクと最新のバイクが。いや、買っても置く場所がないから。え、いや、あの工房に置いてますね。まあ、え、いや、もちろん自分のお店ですから、お店の中に置いてるんですよ。なんか詰まってるな。左から行こうか。なんかコンビニがあったら左だから。いや、これなんか安定性がすごくいいから乗ってて気持ちいいので、なんかついついスピードが出るっていうか、なんかまあ今みんなの流れに乗ってるから速いんですけど、でもこのなんだろう、ちょっとなんですかね、この間違うとスピード出すぎちゃいますよね。ちょっとこれ右に行っとこう。だからこれなんか速度を出してても速度が上がってるように感じないんですよ、安定してて。だからなんか気がついたら、あれ、こんな速度出てたのみたいな感じになりますよね。だからあんまりなんかこの気持ちよく走ってたら、いつの間にか速度違反になってるって可能性があるから、ちゃんとメーター見た方がいいですねなんでしょうね、このホイールベースが短いとこ関係あるんですかね。もうだからなんかこのなんだろう、前輪と後輪の距離が短いと安定すんのかな、不安定になるんじゃないですか、逆にちっちゃかったら。だからなんかこのまっすぐ走るこの安定感がすごい良くて、だからそれがなんだろうな、高速で走っててもそんなに違和感を感じないから、これなんかすごい変な癖はないですよね。あ、ABS ついてるんですね。はいはい。あ、はいはい。ああ、じゃあ、ああ、じゃあ急ブレーキしても、ロックしないんですね。
あ、はい。ああ。はい。ちゃんとこの制御してくれるんですね。ああ、さすが最新鋭のバイクですね。なんだろうあれ。後ろから何か追っかけてきた。なんだろうなあれ。ホンダ？あ、鈴木だ。同じ鈴木だ。同じ鈴木仲間だ。うん、やっぱこのアクセルの付き方が癖があるだけですかね。慣れないとなんかバッコンバッコンってなんか、うん、あでも意外とちょっと入れるだけでいいんだこれ。なんかこのアクセルの加速する領域が狭いんですよ。だからなんか本当に体感でちょっとほんのちょっと入れるだけですごくよく加速してくれるから、なんかXJR はその加速幅が広いんですよ。だからなんかアクセルを気持ち多めに入れないとなんか反応がしてくれないみたいな。これはなんか、うん、はいはい、あ、もともとじゃあスロットルの幅が狭いから加速の幅がなんだろう狭いというか、うん、だからなんかこのちょっとでも動かしたら反応するから、その帯域がなんていうんですかね、こう細かいから XJR みたいになんかちょっと大きい帯域だとなんか乗りづらいですよね。だから XJR のアクセルワークって難しいんじゃないですか、アニカンだと。一人でいたい？え、この乗りにくいようですか？はい。あ、左手？え、クラッチが痛い？あ、重たいってことですか？はい。あ、長さ、はい。あー重いんですよね。じゃあ、あ、はい、あー確かに自分のやつは短いからちょっと力入れないといけないですけどね。これなんだろう、長いのもあるし、あともともと柔らかいから。でもこれもワイヤーか。でもワイヤー式がいいでしょうね。なんか自分の油圧クラッチだから、油圧だと多分重たいんですよクラッチ。これ引っ張る、この GSX は引っ張るんですよこのワイヤーで。自分のはこの油で押すんですよ。だから重たいんですよ。だからそれがなんか嫌だなって思いますね。これ使ってるとこれ軽って思いますもん。あーなるかもしんないです。その長いとこでこう引っ張れば。いやーその辺もう売っちゃうから。もう、あ、鈴木屋さんだ。とりあえずあの水冷だから熱くないんですよね、エンジン熱が。もうやっぱ来ないから熱が。もう空冷と違ってやっぱ水冷ってこの膝下に来るこのなんだろう熱風がないからなんか快適ですね。じゃあ今って暑いですか足。まあそれはそうでしょうね。うん、足は熱いっすよ。あと膝がエンジンのフィンに当たると、あ、やけどしますよ。多分これなんかこのシートを浅く座ると膝がこのエンジンにつくんですよ。だからそれでやけどします膝。いやでも降りるとこないな。これハイオクだとリッターどれぐらい持ちます？あ、このリッター何キロ走って何リットル消費するか。はい、おお、まあ大体ですよ大体。はい、ああ、え、100キロ走ったら13リットルなくなるってことですか？
それってまあざっくりリッター10キロぐらい、それ以下もしかして。ああでもそれだったら XJR とほぼ一緒だな。あ、はい。まあそれはあるんでしょうけど、でも結構持たないですねそれ。あとこのアクセルの、このアクセルじゃないや、今何速に入ってるかって見れるからいいっすよね。いやー自分のは見れないから。じゃあまあ燃費はそこまで良くないみたいですね。とはいえ、あでも廃屋指定っていうのはちょっと、まあでも廃屋って言ってもレギュラーより10円ぐらいしか変わらないから、言うてそんなにマイナスポイントではないですよね。むしろ廃屋の方がなんか、なんだろう、この汚れを、こうエンジンのスラッジ汚れをなんか蓄積しづらいっていう話もあるので、だからエンジン内がなんかあんまり汚れにくいというか、だそういうメリットもあるから廃屋車は結構いいとかもありますよね。はい。はい。はい。まあ、はい。まあ、はい。ああ。まあ、圧縮比は廃屋車の方が高いですからね。ニュートラル入れやすいな。いい。でも、あれだ、車間超え。あ、やっぱいいな、低速の安定性いいな、これ。あ、いい。ハンドルも軽いな、これ。おぉ。ハンドルいいっすね、この軽さ。なんか低速で安定するから、こけそうな心配がないというか、なんか XJR で同じことしたら、なんか怖いんですよ。なんか両足出してないと怖いというか。これ両足出しなくて10キロ以下で走っててもなんかこけそうなって感じしないっていうか、なんかなんだろう、体感的に自転車に近い感じしましたね。なんかそんなにこれはこけないでしょみたいな感じというか、これ安定性いいっすね。いやーここまでとはなかなか褒めポイントしか見つかんないな。あとはブレーキ、あ、赤だ赤、ブレーキングABS 聞かそうかな。やめとこう。怖いから。反応いいな。明らかにこの、今買えます？いえ、でも怖いな、今は。いいな、やっぱ反応。自分と同じことしたら、戻るのすごい遅いんですよね。やっぱ遅いな、そう。音が遅いんですよ。ほら、もう一回やってみてくださいよ。今ちょっと軽かったですね。発進しやすいな。やっぱ車体が軽いってのもありますけど。一速の加速もいいし。これだったらなんだろうな。多分演奏しないですよね、絶対。いやーここまで乗りやすいとは。コンビニがない。全然コンビニがない。なんでガソリンスタンドはいっぱいあるんだろう、ここは。反対車線にあったんですけどね、なんでないんだろう。でもレビューはこんな感じですかね。だいぶよくできたというか、やっぱもう今のバイクって値段安くても性能いいんだなってのが分かりましたね。いやー、まさかバイクってここまで進化してるとは。なんかやっぱ乗り慣れるとなんかすごい気持ちいいですね。はい。あ、750ですね。年式81年ですね。古いっす。あ、確か81だったはず。
メーター読みだと 2万キロですね。ただメーター変えられてる可能性あるので分かんないです。もう古いから何キロっていうのはもう信用できないので、それ分かんないですね。いやー気持ちいいな。だこんだけ加速しててもこのアクセルでこのだこのなんでしょうね、6速でこの加速できるってすごいなって思いますね。だって XR の5速でアクセル入れてもそんな急に加速しないですからね。だから この速度域でこの加速のトルク感があるのはいいなって思いますね。茨城になってるよ。いやーでもコンビニ全然ないですね。おーだこれなんか曲がったりしたいですね。こうまっすぐまっすぐじゃなくてまあ曲がんないですけどまあでもこんだけ軽かったらコーナーも簡単でしょうね。道の駅があるな。まあその気持ちは分かりますね。いやー やりましょうかいや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 怖い怖いお金があればいやでもタンクがでかいから。え、タンク容量いくつですかこれ。タンク容量17リットルしか入んないですか。意外とちっちゃいんですね。でっかい見た目の割には。おー、うん、まあじゃあその10、まあまあ普通かでも17だったら少なくはないですね。こっちは22ですね。もうでかいです。でも燃費クソ悪いから言うてそんなに。まあでもでっかい方がいいですよね。なんかあったら困るから。だからリッター10ぐらいしか。ああコンビニあるじゃん。じゃあここ左、はい、いや危ない危ない。でも話に夢中になってた。うわ怖いうん、止まりやすいなこれ。おいいねさすがこのサイドスタンドがクセあるないや面白かった。ありがとうございます。